はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。小学生ぐらいの時はちょっと足早ければ大体モテる。うん、それはもうそうよ。当たり前のあっちゃんやから。あ、どうもスライドクッド。どうもこんにちは、ホッチクッド。いや、元気大元気キッチン。俊足のジャスガッキャン。それも S だったんだ。小学生の S どれ。コーナーで差をつけろ。俊足でしょ。なんで喋らせんの。はい、ということで、今日はね、僕らの独占企画。独占なのか。独占企画、ま、第3回第3回胸キュンワード選手権初めて。何それ。説明しよう。もう初めましてとは、初めましてじゃない。それでは行ってみましょう。初めてのキスの後の一言、こちら。おー、夢で見てたからこれ正夢になったわ。開けたらいい。照れんなよ。なんで思い立ちがするの。これからもっと二人でキスをうまくしていこうね。はい、次。おで言ってくれ。説明しよう。うんうん、彼氏と彼女がいて、その彼女が初めて手料理を作った時にキュンとされる一言。なるほど。こちら。これ、え、すごい、これ。え、何これ、ビーフストロガノフ作ってくれたの。めちゃくちゃおしゃれだね。いただきます。食ってる。うん。すごい。すごい美味しい。めちゃくちゃ美味しい。なんかあれだね、好きだから2倍うまいね。優しめの、優しめの、うん、どうやって食ってるのあれ。あ、ごめん、マスクしてた、ごめん。何食ってる。チートしょっぱか。うん、まあでもお前の愛情でカバーできてるからうまか。うわ、めっちゃうま。お前が作ったやつが一番うまいわ。いや、こいつすごいよ。3問目は、ね、初めて一緒に寝るときにお休み的な言葉のキュンワード、これでいきましょう。じゃあそろそろ寝ようか。夢でどこで待ち合わせする。よーい、スタート。いや、眠かーす。バリ眠い、ほんとに。やけんが寝よっか。よっか、おやすみたい。よっか。なにこれ、はい、マジや。おやすみ。急に来たの。急に寝たの。じゃあ俺さ、めっちゃ恥ずかしいんだけどさ、ちょっと腕枕してくれないと眠れないんだよね。ってことでね、ホスト胸キュンワード第3弾やったんですけどね、シリーズ化してるのこれぐらいですよ。もう終わり、もう終わり。乳首ドリルと胸キュン。いい、乳首ドリルとか。乳首ドリル、乳首ドリル、そろそろさ、挟んだ。ホスチル空白乳首ドリルで検索してください。ホスチル空白乳首ドリルでめちゃくちゃおもろい。めちゃくちゃ仲間まで持ってきて、結構全部最低1万ぐらいいってんのに、それだけ2000。再生2000っす。はい、ということで、はい、この動画はね、待って待って、罰ゲーム決めよ。罰ゲームは、罰ゲーム待ってください、罰ゲーム。ソロだけで、一人だけで2本動画を撮るにしました。いやー、それはきついけど、まあやろうか。これあれでしょ、 YouTube のコメント欄のグッドボタンが一番少ない人が、あの、一応ルールといたしましては、コメントにあの固定でニック、ジャスティン、大吉書くんで、もういいと思った人にこれを押す。むしろダメって人にも押してほしい。これはこいつはないだろう、もう押そう。え、それどっち集計するんですか。いい方よ、いい方。いやいや、聞かないから、いい方、いい方が一番少ない人。でも逆に言ってしまえば、今回に関しては、その2人いいと思った場合は2人にいいね押せるんよ。これがいいと思う。あ、確かにね。これがいい。3人いいと思ったら3人いいね押しいんでしょ。そうで、こいつらねえなーは全部押せばいいと思う。 OK、 期限は1週間です。よろしくお願いします。行きましょう。じゃあ
が取らんでいいわ、これで。いやもう絶対俺やから、もう俺企画考えるもん、今もう一人で取る企画投げたるか、企画企画投げたるか。いや、いらない、いらない。真剣グルメ紹介とハイアンドローを、まつげ全部抜いてみて、ハイアンドロー一回もミスらず最後までやるまで帰れまてん。いや、いいから、もう帰れまてんシリーズが嫌いだから。